私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、松本潤のドラマ、3年ぶりテレビ版復活映画版で書ききれなかったエピソードが 12.29 完全新作放送。嵐の松本潤、38、が主演する TBS 系連続ドラマシリーズ99。9、刑事専門弁護士。のスペシャルドラマが12月29日午後9時から放送されることが4日、分かった。翌30日公開の映画版につながる完全新作で、新たな出会いをテーマに描く。3年ぶりのテレビ版復活に松本はインパクトのあるシーンが続き、見逃すことができない作りになっていますと自信を示した。松潤が SP ドラマと映画でファンを 100% 満足させる。2016-18年に放送された99.9刑事専門弁護士シリーズは 99.9% の確率で有罪になると言われる刑事事件に、松本演じる型破りな刑事専門弁護士新山らが 0.1% の可能性にかけて挑む物語。連ドラ版はいずれも高視聴率を記録。続編を望む声に依頼て12月30日に映画99.9刑事専門弁護士、ザ・ムービー、木村久志監督、が公開されるが、さらにその前夜に完全新作 SP 新たな出会い編として2時間半の SP ドラマが決定。杉崎か、24、扮する超真面目な新米弁護士、ほの果てとの出会いや、新山に立ちはだかる弁護士、南雲、西島秀俊、50、との対立など映画版では書ききれなかったエピソードが放送される。松本はそれぞれで楽しめる作品となっておりますが、SP ドラマを見て劇場に足を運んでいただけると、より99.9 の世界に入り込めると思いますとアピール。この果てとの出会いを含め、宮城、気仙沼でしか撮れない素晴らしいロケーションの力を借りた印象的なインパクトのあるシーンが続き、見逃すことができない作りになっていますと力を込めた。再び新山と名コンビを組む上司、貞役の香川照之、55、は 99.9 シリーズが戻ってきたなと喜びながら SP ドラマは、貞の脇の甘さが僕のやりどころ。楽しみにしていてくださいと熱演を約束。ヒロインとして新たに加わる杉崎もクランクインするまでは緊張していたのですが、みんな様が温かく迎えてくださったおかげで、楽しんで撮影に挑ませていただくことができました。刺激的な毎日でしたと充実の表情を見せた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。